うちのウェアってすごいシルエットとかも考えられて作ってるので、上下で身長だけで言ったら M なんですよ。ただ好みとして細く着たいので S 着るんですよ。最近ちょっと 2L をご紹介してるんですね。ジャケット 2L パンツ S かな、ギャップ持たせて履けてしまって、一応まあ単純に僕は S サイズでジャケット2L サイズ、うちの場合袖の中が中にゴム仕込んでるんです、ね、だ袖の長さはここのゴムで綺麗に閉じて、内側がこうゴムとして使う、手首必ず取る。であとは型紙でいくと ここが少し細めに作ってるので、どんだけ大きく着ても肘以下はすごいスッキリと見えてくれてる。着丈とかは裾絞ってこうまくし上げるような感じで着ると、結構その後ろのお尻の背中のところをタポッとできる、あのシルエットが結構皆さんいいねっていうところで評価いただいてるので、それが今度お腹ある方とかだと意外にバランスよく着れるので、ちょっとお腹ある方とかだとあえて大きいサイズ選んで今のような着方してあげると、僕らの こだわったシルエットを維持しながらも楽しめる。どんな着方シルエットも作ろうと思えば作れるような、アレンジができるようなウェアになってますね。僕らの思いが詰まった商品とか見ていただいて、細かい機能たくさんあるので、表現しきれないようなところをいろいろ伝えたい部分が多々あるので、そういったつもりで作ったような場所になります。入りづらいけどこんな人間がご案内しますので、ぜひ。